マイナスです。今日はですね、昨日ですか、昨日おとついぐらいインスタストーリーの方で、プラグのインスタストーリーの方でですね、あなたが思うストリートファッションにおいての NG アイテム、NG スタイルを教えてくださいという質問箱を設けさせていただきまして、結構たくさんね、これはダメだと思いますとか、これは NG だと思いますっていうコメントをいただいたんで、それをいくつかピックアップしながら、お話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、あなたが思う NG スタイル、ストリートファッションにおける NG スタイル、NG アイテムなんですけども、ちょっと早速見ていきましょうか。はい。まずですね、一番多かったやつからいきます。はい、一番多かったやつが、前髪出しニットですね。ニット帽を前髪を出す、はい、男が帽子から前髪出す。まあ帽子っていうの全般ですよね。キャップもそうですね。キャップも含めて、ニット帽の前髪出すのが一番なしやと思うっていうのが一番多いんやけど、これはもうね、帽子も含めてもうそのニット帽に限らずね、キャップだったりとか、ハットだったりとか全部含めてなんですけど、やっぱこれは揺るがんな。そうですね、これだけはほんまに揺るがへんわ。もう殿堂入りですもんね。殿堂入りやな、ね、うん、もうやっぱ何年も前から言われてるし、ね、そのストリートファッションがこう日本に、今のストリートファッションブームがバーンって上がったんで、それこそ2016年ぐらいかな、イージーとかがあの辺が一気に人気出たタイミングやと思うねんけど、あん時からずっと言われ続けてるのが、前髪出しニット帽はやめろ。それは言われ続けてるよな。そうですね、殿堂入りだから、どんな、何、ちょっとこうなんか、例えばさ、イギリスとか行ったらさ、なんかこうキャップを浅かぶりして天然パーマが前から出てる、ちょっとそばかすついてる男の人とかいるやん。あんなはなんか許されそうじゃない。なんか僕の勝手なイメージで言うと、そのなんか K-POP ファッションみたいな感じ見られてないですか。その前髪帽子出してかぶってこうなってるでしょ。ああ、なんかマッシュっぽい髪の毛で前髪出してかぶってんのが多分なんか、そういう僕の中で印象はあるかもしれない、うん、そうやな、多分みんなが思ってるそっちだと思うね。そうですよね。だから唯一なんか許されるんじゃないかっていう意味では、そういうちょ IB ファッションみたいな感じの、ちょトラッドっぽい感じの人とかが、外人さんで金髪天然パーマでここにそばかすがある人だけが許されるんじゃないかなと思ってるよ。俺は全然いいと思います。うん、基本はやっぱりストリートファッションにおいては前髪出しはなしなんかな。なんかあんまり NG とか言いたくないですけど、確かにこれだけは、これはちょっとな、言っちゃいますね。言っちゃうな。うん、常連さんとかやったら、それは直した方がいいと思うでっていう、いや直したら似合わないんですよねっていう子おるけど、いや見慣れてないだけや。そうっていうとこやから、まあそこはちょっと意識した方がいいのかもしれないですね。はい、じゃあ次第2位なんですけど、はい、うん、まあ第1位とか決めるつもりもなかったけど、2つ目に多かったやつが、ピチピチすぎるスキニーパンツ。ふくらはぎの形が浮き出るほどのピチピチすぎるスキニーパンツ。あるっすね。あとピチピチの薄い色した裾にたまらない中途半端な丈のデニム。うん、だからあれやろ、こういわゆるヤリラフィーと言われてるような人たちが、ピチピチのスキニーパンツになんかくぶたけぐらいやん、あれ。でなんかボリュームのある蛍光カラーのスニーカー履いたりして、エアマックスね。うん、そうそう、ああいう感じのことを言ってるんじゃない。そうですね、うん、確かに。まあいてはり、今の最近は見なく、少なくなりました。一時期に比べたら減ったな。一時期のスキニーブームの時にやたら大量発生してましたよ。うん、してたね。行き過ぎたスキニーね。なんか特にこう、なんかよくそのオールジャンルのクラブとかによる俗に言うパリピと呼ばれる人たちが、うん、なんかピッチピチのね、うん、膝曲がるそれみたいな、めちゃめちゃおったイメージでしたね。なあ、おったな。2017年とか、フィアブゴッドのパンツが流行って、でそのからミニマルが流行って、買いやすい、価格的に。そう、でその辺前からスキニーパンツをストリートに取り入れるっていうのがすごい流行ったと思うんだけど、その時に出てきたピチピチすぎるストリートをファッションしてる、ね、見てましたよね。あのベルシカとか、ああいうファストファッションの店舗にめっちゃ売ってたんよ。H&M にもあったわ。そう、 H&M、 ベルシカとかザラとか、ああいうファストファッションが、ああいうファストファッションのブランドってな、やっぱ最先端取り入れるから、ね、ストリートが流行ってる、でスキニータイプが流行ってる、じゃあうちも取り入れようで、めちゃくちゃ出てて、だからほんまファストファッションの店舗も俺たまになんかこうリサーチっていう意味で見に行くんやけど、あの時はめちゃくちゃあったもんな、ピチピチの。うん、ピチピチのやつはちょっと、まあこれも俺は避けた方がいいんじゃない。ピチピチ、スキニーパンツ自体は否定してるわけじゃなくて、
ピチピチすぎるやつな。お前それスパッツやんけっていう。ほんまに、うん、スキニーパンツじゃなくてスパッツやんけは避けた方がいいと思います。はい、次、3つ目なんですけども、3つ目がマッシュヘアですね。おー、マッシュヘア問題。これなんかかなり好き嫌い分かれてますよね。分かれるよな。まあ俺らみたいなさ、こう中立的な立場の人間からすると、まあ要は販売員としてな、うん、もうみ否定ばっかりしてられへんし、するつもりもないんやけど、中立的な立場からするとまあなんか答えにくいところというか、別に好きなようにしたらいいと思うねんけど、やっぱ否定派が多いっていうのがマッシュヘア。うん、実際うち TikTok 最近やりだして、まあ3日目にしてなんか70万再生、70ちゃう、7万再生された投稿があるんですけど、まあここ多分今出てると思うけど、これがこれのコメント欄の一番上が、いいね一番ついてるやつがコメント一番上に来てない。120、今の現時点で120何個ぐらいその投稿に対していいねがついてんのよ。マッシュがあかんっていうコメントに対してな。そう。だからやっぱマッシュ、で、なんかうちのその TikTok のコメント欄でマッシュ論争が起こってて、てコメントももう今200以上が来てますね。見てて心苦しかったそう、マッシュ論争が行われてるぐらいマッシュヘアに対するこう賛否が分かれてると。でもなんかそのコメントなんかで、あ、確かにと思ったのはその、うん、ゾーンとか、うん、マッシュじゃないですけどセンター分けじゃないですか、うん、だからああいうのがあるから、あれはまあ正解例なんやみたいな、あれはゾーンやからいいんだみたいな、うん、なんかあ、そういう見方もあるんかみたいな、うん、なるほどねと思いながら、結局やる人なの、人に言う、どういう感じの見せ方をしてるかってことなのかな。めちゃめちゃ服装の感じとかにもいるんじゃないですか。あー、確かに。だからその、ま、センターパート、まあ全然センターパートいいと思うんだけど、全然そのセンターパートとかマッシュとか、あれちょっとこうなんかフェミニンな要素というか、装飾系と呼ばれがちな、ガチな髪型、うん、もう俺もだってちょっと前までセンターパートじゃないけど、こうかき上げヘアしてた時もあったし、端プリオヘアしてた時もあったしそう、だからどう合わせるかなんかな。マジ見せ方やと思うんすよ、ほんまに。うん、でなんかそんなあんまり攻撃的にいくの僕はあんまり好きじゃないんで、うん、お互いみんな認め合おうよっていう、うん、感じやけどな。別にまあ俺は、うん、まあしたようにしたらいいんじゃないかなと思うけど、ガチで言われるんです、え、マッシュヘアってダメなんですかみたいなあったんで、うん、僕はもうそんなことないと思いますよ、うん、見せ方の問題で、うん、あまりまあストリートファッション界には見かけないですよねっていう返し方をさせてもらったんですけど、うん、見せ方やと思います。そうやな、見せ方やな。はい、ということでとりあえず3つほどピックアップはさせてもらったんですけど、今噛んだ俺、はい、噛んだピックアップって、ね、うん、ピックアップさせてもらったんですけど、まあ、それ以外にもいくつかありまして、まあ、さらっとお話ししていくと、まあ、ナイキにアディダスを合わせる人、うん、これもそうっすね、まあ、これもずっと言われてるよな、うん、まあ、あとウエストサイドとイーストサイドを組み合わせること、あ、特にそのロサンゼルスとニューヨークを合わせるみたいなことですね、うん、そうそう、これもさ前なんか一回話したことあったな、 YouTube でどこまでが OK なのか、ニューヨークのキャップかぶりながらロスアパの T シャツはいいんかみたいな、うん、でもそのニューヨークのカルチャーをプッシュしてる店がそれをやってるからいいんじゃないのか、どうなのかみたいな、うん、そんな話 YouTube したら1年、はい、1年前もだってないぐらいけど、しました、そういうのもあったりとか、ほんまにこう各々いろんな見解があるなっていうのを、うん、見てて思いますね、はい、うん、この質問とか来てるのを見るとね、まあ、あと身の丈に合ってない、いや、靴がどの写真でも一緒のスタイルとか、あ、だから全身ガチガチメゾンとかってことですね、うん、そう、うん、とかも含めてやるな、そう、だからその全身メゾンブランドとかも言われるやん、やっぱり全身、頭の先からつま先まで全身メゾンブランド、やっぱこれって、これってさ、ある意味どうなんやろう、なんかやっかみ的な要素も持ってる部分でもあるよね、まあ、そうですね、うん、人によっては、はい、うん、だって実際エーサプロッキーが全身メゾンブランドとか着ててもやっぱかっこよかったりするわけやんか、まあ、うん、なあ、だから着こなし、着てる人、着方、見せ方含めて、はい、だから全身メゾンブランドは難しいってところやな、あとやっぱ反感買いやすいんやな、でしょうね、うん、シンプルにそこは、うん、だから着こなしが良ければ全然全身メゾンブランドでも俺は、うん、いいと思うし、はい、ということで今日は、あなたが思う、ストリートファッションにおける NG アイテムと NG スタイルということでいくつかピックアップさせてもらったわけなんですけども、なんかある、そのストリートファッション系以外に、あー僕ね、なんかね見てて思ったのが、うん、ストリートとかくぐりなしでいくと、その服を着てて、うん、今の時期とかやったら中のちょっとヒートテックが見えてるやつとか、あーなるほどね、履いてて生地に書いてる、あーなるほどな
みたいな、夏場のその肌着のタンクトップがやったら透けてるとか。ああ、なるほどなるほど。あ、確かにこれも俺もちょっと嫌かもしれない。わかるわかる。それは俺もそうやな。うん、見えへんようにしてよってなるよな。どんだけかっこいい服着てようが、僕らとチラッとパーカーの隙間から見えたら嫌っす。ああ、わかるわかる。なんか別に普通にそれが見えてて成立する T シャツとかやったらいいねんけど、もろ肌着感のあれやつとかな。それは確かに僕、それ見て僕はあ、これやって思いましたね。確かに確かに、それはあるわ。確かにそのさっきも言ってた T シャツからナスバな、タンクトップレイヤードするはいいけど透けてる感じとかな、それが成立してる 見せ方やったらいいんだけど、ただただ肌着として透けが肌着が透けちゃってるだけ、まあ、清潔感がない風に見えるようなのは、うん、確かにな、それはある。確かにある。ある、なんか僕ないか。俺は俺はあれやな、やっぱり俺は言い続けてるんやけども、これがクローゼットにあったら すぐ捨てろって言ってんのは、裾を理解したらチェックこれはもうレジェンドっすね、うん、これ、この YouTube 見てる人でもうそんなんな、うちのお客さんではいいひんと思うし、もしいたらマジで捨ててくれ。まあ、絶滅危惧種ですからな、だいぶあれな、一時期やたら発生したけど、マジで見ないですもんね。うん、裏返したらチェックのパンツね、あれだけはマジでなあ、ほんまにあれ履いてる人は何なんていう。しかもいろんな媒体とかでも絶対目にしたことはきっとあると思うね。誰かしら、はい、チェック、ロールアップのチェックはダサいっていうのを、まあ SNS だったり何かしらで見かけてるはずやのに、まだいるってことはお前どうやって生きてきたんやと、どういう人生を歩んできたらそのロールアップのチェックはダサいっていうのを見ずに、さらにそれがかっこいいと思って生きてきてるんだと。いや、ほんまにこれを動画見てる人でめちゃくちゃ好きで、チェックのロールアップのパンツ愛用してるんやったら申し訳ないけどそんな人があったら申し訳ないし、しかもそれがまた奥さんからもらってとかやったら、うんうん、なんか大事に履いてるんすよとかやったらちょっと心苦しいねんで、はい、そういうバックボーンも考えて俺基本的に発言するから、あんまりこう取りのあることは言えへんねんけど、これに関してはやめた方がいい。はい、ちょっと最後ちょっと、まあ、ピークアップちゃう、ヒートアップしちゃいましたけど、はい、まあまあそんな感じですね。はい、まあこんな感じでちょいちょいこう、うん、お客さんから、お客さんじゃない、フォロワーさんたちから意見を求めたものをこう YouTube にも投稿していきますんで、引き続き YouTube のチェックの方よろしくお願いします。ということで今日の動画ありますので、また次回の動画でお会いしましょう。